じゃん、もうどうしよう、まさかすぎるんだけど、私 NSX の鍵を機械式駐車場の下に落としちゃった。パニックに今陥ってるんですけど、 NSX をこれから駐車場から出庫しようとしてたら、機械式駐車場のこの溝のところに鍵を落としてしまって、なんか水がポチャンみたいな音がしたんですけど、そこまで落ちてしまいました。今日日曜日だから管理人さんもいないし、管理会社に電話もつながらないし、困ったな。あいにくですね、ちょっと作業できるものが今別件の対応に入っておりまして、はい、到着まで早くても2時間ぐらいかかってしまうと。ああ、そうなんですね。このまま言う、はい、優勝でその到着時間また見込み立て次第ご連絡とかでもよろしいですかね。そうですね、はい。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、ちょっと悲しい出来事が起きてしまいまして、前回の動画でですね、確か NSX が無事に戻ってきましたということで、イエーイと浮かれていた私なんですが、今回はですね、ようやくここから NSX と仲良くドライブを楽しむぞという気持ちで、めちゃめちゃ楽しみにしていたドライブ日和だったんですけど、これから車を出庫しようと駐車場に入ったはいいんですが、車のキーをですね、機械式駐車場のパレットの下に落としてしまったんですよ。最初めっちゃテンパりすぎてカメラを回すような元気がなかったんですけど、今ようやく回収のめどがついたんで、なんとかカメラを回してるんですが、これからドライブを楽しもう、これから NSX といっぱい思い出を作ろうってしてたタイミングに鍵を落としたんですよ。まあいろんな機械式駐車場があるんでそれぞれだとは思うんですけど、まあ、私の利用してる機械式駐車場のパレットがすごく地下に潜り込んでるような機械式駐車場なんですね。っていうこともあって、今回私が鍵を落としてしまったのも地下の奥深くで、なかなか人が入れるようなところじゃないので、私がね頑張って下まで潜って取りに行くっていうこともかなわず、しかも落としたタイミングに音を聞いてみたんですけど、すごいカランカランコロンコロンポチャンみたいな感じで、最後にすごく奥深くの水の中に落ちてしまったのではないかという感じです。大変残念なお話なんですけど、 NSX を運転することができません。鍵がないので、っていうことで大変残念なお話にはなるんですけど、今回はちょっとドライブを中止しまして、鍵の回収をお願いすることにしました。ちょっと管理会社さんには連絡つかなかったんですけど、エレベーターの点検の担当をしている会社さんにはちょうど電話ができまして、でこれから行くのもいいんですけど、まあもちろん優勝にはなりますよ、それでもいいんですかっていうお話をいただいて、もういいです、お金を払うんでとりあえず助けてくださいっていうことで来てもらうことになりました。スペアキーを使ってドライブに行くとかもできなくはないんですけど、まあ、結局東京マラソンの交通規制に引っかかって、なんか気持ちよくドライブはできないような気がしたんで、もう今日はきっと NSX がもうどこにも行きたくないと、もう今日俺は引きこもりたいんだ、こんな日にドライブなんかしたくねえんだって言ってるものと捉えまして、引きこもりたいと思います。ああ、どうしてこんなにうまくいかないんでしょう。悲しいわ、なんかせっかくドライブしようと思ったのに。ねえ、慰めてジャン君ね、慰めてください、私を慰めてください。もう水が入ってるマスの中に起こってたんですけども、そうです、ね、このまんまなんですかね、このまま拾った状態なんですけど、これはあんまへこんでなかったんですけど、で、多分中にも水が
浸透しちゃってると思うんで、車屋さんに持ってったりした方がいいと思います。なるほど、わかりました、はい、ちょっとこのままの状態で使えるのかちょっとわかんないんです。そうですね、ここにもなんかついてたんですけど、それはもうそれがちょっとわかんない。ちょっと下の方、ちょっとあの砂とかが溜まってて、はいはい、なるほど、わかりました、うん、はい、ということで鍵拾い上げてもらったんですけど、この上の部分のプレートがなくなりました。がっつり中身が開いちゃって水没した可能性があると言われてたんですけど、とりあえず泥みたいなのがめちゃめちゃついてたんで、それを拭き上げて、で、あと中身の電池のところもめっちゃ濡れちゃってたんで、そのあたりも一旦拭き上げて、で、このプレートの位置とかもね、ちょっとうまく調整して直しはしてみたんですけど、これが実際に使えるのかどうかわからないんで、一旦この鍵で解錠できるかどうか見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きますか。ダメだ、ボタンが全く反応しない。めっちゃ押し込んだら開いた気がする。押し込めば、お、あ、いけた、よかった、使えた、あー、よかった。一回カチカチやるだけじゃ全然ダメだったけど、グッと押し込んだらいけた。じゃあ、あとは水没してしまったこちらのキーでエンジンがかかるかどうかチェックしたいと思います。よいしょ、あ、いけた、よかった。水没してしまって鍵の姿も見るも無残な感じになってはしまいましたが、とりあえずエンジンはかかりますし、車の開閉についてもこの鍵で問題なく使えるということが分かったんで、よかったです。はい、ということでお家に戻ってきました。で、今回なんですけど、私が落っことしてしまったのはこちらのドライバー2と書いてあるこちらの鍵ですね。こちらの左側の鍵を落としてしまい、まあ見るも無残な姿といいますか、あのロックするマークのプレートがなくなってしまい、ちょっとすごく不格好になってしまったんですが、スペアキーということで、もともとね、この右側のドライバー1用の鍵があるんで、もうこちらをメインに使っていこうと思います。納車の時に渡されたこの左側の鍵をメインに使ってたんですけど、まあ正直ドライバー1の方がメインの鍵にする方がいい気もするんでいいです。これからはちょっと右側の鍵をメインに使いたいと思います。で、あとは一旦今動かしてみて特に問題はなさそうではあったんですけど、ちょっと何かあってからでは困るので、まあ近々ちょっと本田さんにお邪魔して鍵も見てもらいたいなとは思いました。ちょっとこれはね、もう完全に私の失敗で、こんな恥ずかしい動画をね、全世界に公開しなければならないのは大変恥ずかしく情けない気持ちもありますが、まあこれがね、実際に起こってしまったリアルな状況ですので、皆さんにありのままをお伝えしていけたらと思います。はい、ということでですね、今回はまさかの外出しようとしたところに、こちらの NSX 君の鍵を落としてしまい、水没した上にちょっとここのねプレートを一部なくしてしまうという、もう散々な目にあったんですが、まあこれも私の不注意のせいと言いますか、ちゃんと私の手元に帰ってきた当日にキーホルダーをつけておけばこんなことにはならなかったと思うので、これからはねちゃんと手元に帰ってきたらすぐキーホルダーをつけるようにしたいと思います。で、あとはちゃんとね、スペアキーもありましたので、まあこちらをね、今後はメインに使っていきたいなと思います。もう今日中にこの子にもちゃんと鍵をつけようと思います。ああ、ほんとこんなことになるならもう昨日のうちにちゃんとやっておけば。ああ、まあこういった失敗談もね、皆さんに包み隠さずお話ししていければということで、今回はカメラを回しております。
まあとりあえずね、今日は結局ドライブしようと思って外出たにもかかわらず、ドライブが何もできない結果にはなったんですけど、今日の交通状況とか見てみると、まあ、東京マラソンのおかげで道路規制がいろいろとあって、なかなか思うようにドライブはできなかったと思うんで、まあ NSX としても多分ね、今日はもう外に出たくない、ドライブなんかする気分じゃねえっていうね、主張が出ていたんではないでしょうか。まあそういうことだと思い込んで、今日はおとなしくお家にいたいと思います。まあ明日からね、ちょっと気持ち切り替えてまたお仕事していくんですけど、まあ次のドライブをするときにはね、ちゃんとこの子に鍵をつけた状態で、もう絶対にあのプレートの下に落とさんぞ、というかもう床には絶対落とさんぞ、手元から離さないぞぐらいの気持ちで大事に扱っていきたいと思います。でも日曜にもかかわらず緊急にご対応いただいた業者の皆様ありがとうございました。こういったお騒がせ人間がいるから年中無休で稼働してくれる業者さんには本当に感謝しかないですね。はい、ということで今回はですね、ドライブしに行こうと思ったら NSX の鍵を落としてしまい、皆様に多大なご迷惑をかけるというお騒がせ動画にはなってしまいましたが、まあ大事には至らず鍵もしっかり回収できたので、はい、今後は気をつけたいかなといった次第です。皆さんも愛車の鍵の落下にはご注意ください。ぜひキーホルダーをお付けすることをお勧めします。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。